法人事業税1円も払ってない経団連に代表される連結決算を行っている超大企業の 66% が法人税も法人事業税も1円も払ってない。なぜか累積赤字の会社を資本金があるので買うと、一旦赤字になるとその翌年に黒字になっても最大7年間法人税も法人事業税も1円も払ってないわけです。そして財政規律を守るために消費税を上げるとおっしゃった。しかし今国会において民主党は財政規律を破る赤字国債、特例国債を国会の審議なしで3年間青天井で出せるということを決められた。これはまさに戦前戦中に軍部の予算を国会も政府も審議をすることができずに戦時国債を発行してきたことと同じです。一票の格差、そして財政規律を守るというのならば、なぜ法人税を先ほど言ったように外形標準化にして3分の1にしないのですか。はい、ありがとうございます。じゃあジミーさん、これが最後になります。はい、お願いします。ですね、誰も消費税なんかね上げろって言いたくないですよ。しかしね、私は97年15年前、3% か 5% 上げた時も橋本内閣の郵政大臣でした。いかにね、消費税とか景気の悪い時に上げるとバーッと北海道拓殖銀行山地証券崩壊しましたからね、いかにその消費税というものが恐ろしいことか分かってますけども、私はなんで賛成したかと言いますとね、やっぱり私本職医者なんですよ。高齢化社会でね、毎年毎年きちっとね、やっぱり高齢化社会に向かって医療、福祉、年金、介護ってお金がいるんですよ。やっぱり安定したね、社会保障のためには、ね、安定した財源がやむを得ない、いるんですよ。そしてね、私は6月まで金融大臣でしたが、今総理も言われましたよね、非常に国際投機筋がね、もう日本は多分消費税財政規律する能力意思もないだろうということがございましてね。それからだから私はね、安倍さんが言われたように景気がやっぱり良くないとね、やっぱ 2% 3% 上下ありますね、あれをきちっと守ることがね、私は必要だと思いますけども、やむを得ないと私は思っております。はい、ありがとうございました。今ですね、このネットで、この討論会を見ている方116万人を数えているそうです。今どんな声があるのか少し画面を見てみます。まあ、こんな感じが流れてますね。116万人の方が今見ているということです。大変注目が高いということが分かりました。残念ですが、さて次のテーマに行きたいと思います。次のテーマはこちらです。原発です。震災後最初の衆議院選挙と総選挙ということになりました。これについてそれぞれの党はこういう考え方を掲げています。見てみます。まあ、これはいろいろな議論があると思いますから少し多岐にわたってしまうと思いますけれども、まあ、1分以内でそれぞれ皆さんまとめて言っていただきたいというふうに思いますけれども、まずは加田さんからじゃあ問題提起していただきましょうか。はい。原子力発電所を卒業しようと訴えております。ドイツは10年後にゼロを目指しております。日本未来の党も原子力発電所から卒業するためのカリキュラムを準備して10年後を目指して卒業してまいります。まず第一に代替エネルギーの開発でございます。再生可能エネルギー、あるいはエネルギー効率を上げるということです。第二にエネルギー総量全体を下げるということです。これは特に家庭系なり、ここ